こんにちは、本田です。よろしくお願いします。Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than the tree, younger than the mountain, growing like a breeze. Can't you know? Take me home to the place I belong.間違えました。ごめんなさい。やっぱり、ね、言わなければ私が間違ったことになるんだけど、まあ良かったのにと思いますけど、ちょっとさっきのスタントマンの方がすごくて、でバイブのスタントマンの方がすごくてバイブさんと直視できないとか言って、ちょっと怖くて寝れなかった。そうです。興奮しております。すごい本当にすごかったです。去年もそうでしたけど、去年あんまり前の方で見られなかったんですけど、今年はちょっと前の方で見ちゃったので、すごい興奮しております。やっぱり事故は怖いですよね。事故は怖いですよね。あのブレーキすぐにかけてもあんなにあの進んじゃうものっていうのはね、やっぱり実際見てみないとわからないですからね。僕もよく自転車には乗ってて、そうなんですね。注意しなくちゃいけない。今日いろいろどこが悪かったか、違反だったかっていうのをやってましたけど、全部やってますか。知らないこともありました。あのやっぱり逆走している方はいらっしゃいますよね、やっぱりね。今日はあの正常警察の方々とかスタントマンの方々がすごいパフォーマンスをしていただいて、本当に勉強になりましたよね。去年に引き続きあのロングデーも出させていただいてますけど、本当にありがとうございます。歌も勉強しなくてはいけないですね。そうですか。頑張りましょう。耳が痛いですけど、はい、よろしくお願いします。では次は今和の清志郎さんの役の500マイルという曲です。自転車宣言とかさっきやってらっしゃいましたけど、あの上祖谷中学校の佐藤くんがやってましたけど、そこの佐藤さんも違うんですか。違います。仙川です。仙川です。佐藤くんは中学校はもうだいぶ昔ですね。あ、そうですね。佐藤くんと一緒に宮城も行きましたよね。曲も違ったっけ。朝の9時からずっと来て、スタッフとしてもやってます。どすこい、三島の三つ男は近くの人でございます。
超近所の人でございます。皆様おなじみの安田さんでございます。ちょっとマイクが調子悪い。レオナさんの歌ってらっしゃる500マイルです。次の汽車が駅に着いたら、この街を離れ遠く、500マイルの見知らぬ街へ僕は出てゆく、500マイその姿、僕の胸に
なおみなおみ乾杯準備僕は叫びたい懐かしい君の優しいその名前世界中になおみなおみ乾杯準備そのまま消えずになおみ夢でもいいからもう一度愛してなおみ君が欲しい確かに聞こえる風のささやきも窓辺に寂しく君を呼ぶよなおみなおみカンバー準備夜は消えてゆき朝の訪れに空は燃え上がる君はどこになおみなおみカンバー準備そのまま消えずになおみ夢でもいいから一度愛してなおみ君が欲しい僕は叫びたい懐かしい君の優しいその名前世界中にナオミナオミカンバー君そのまま消えずにナオミ夢でもいいからもう一度愛してナオミ君が欲しい素晴らしい君の踊るその姿僕の胸にナオミナオミカンバー To me 僕の胸にナオミナオミカンバー To me 僕の胸にナオミナオミカンバー To me ヘドバトダリベル興奮しましたよ今日はね昭和45年にヒットした曲でありました、はい、忘れちゃったしすいません次はでもいい加減に覚えるっていうのもありますじゃあ次はちょっとフォークソングをやりましょう、はい、バイブサトのお得意分野ですか、はいまあちょっとだけね少しだけ北山雅人と加藤和彦バイブもっと思ったわねあ上野駅とかねそれフォークフォークじゃない、ド演歌まあ歌はいいですねそうですねそれでは、皆さんも一緒にどうぞ、はい、あの素晴らしい愛を思う、はい、お若い方もご一緒にさよかちゃんおー近くて買ったりから素敵な思い出残してきたのにあの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が今はI'm not afraid to die.
素晴らしい愛をもう一度。はい、次行きましょう。ちょっとゆっくり聞きたいですよね。はい、次はみんなで歌おうのコーナーですね。じゃあその前に近所の安田さんがちょっと一曲間違えてたみたいですよ。間違えてるからないの。昭和の名曲をやりましょう。はい、これフォークソングではありませんけれども、フォークソングなりにアレンジしてやってみました。はい、フォークソングっぽくやってまいりますよ。恋のバカンス。それでは行ってみよう。昭和の名曲、恋のバカンス。ビーガー。ため息の出るようなあなたの口づけに甘い恋を夢見る乙女の頃よ。銀色に輝く熱い砂の上で裸で恋をしよう、人形のように日に焼けた頬よせて、ささやいた約束は二人だけの秘めのとため息が出ちゃう。ああ、恋の喜びに薔薇色の月日よ、初めてあなたを見た恋のバカンス。はい、いよいよギター。ラスコアの一番いいですよ。アモーレ、アモーレ、アモーレミオ。シルビア、シルビア見てたドライカル。日に焼けた頬よせて、ささやいた約束は二人だけの秘め事、ため息が出ちゃう。ああ、恋の喜びに薔薇色の月日よ、初めてあなたを見た恋のバカンス、恋のバカンス、恋の
です。リーダー、ホッピー、よしと。じゃあメンバーを紹介します。ザ・ロングデーと申しまして、全員がこの近く関係のある、10人がいて近くに勤務してる方がお二人いて、僕は隣の駅の川の下、あ、違う、線川。ギターサンチャブドスコイミツオアンドリーダーホッピーヨシノ、ボーカルモロミルキミキ、ありがとうございます。そしてボーカルバイザバイバイブサブザロングです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではみんなで歌おう。皆さんで一緒に歌いましょう、はい、歌を配られる方はどうぞどうぞ一緒に演奏していただける方、はい、どなたでもどうぞ。すごい、ピー、ピーハラですか。正面あ、じゃあフォーク時代55の方、それではフォーク時代55という、ちょっと膨らましたロングデープラス、フォーク時代55。あ、逆でいいですよ、このコーナー。フォーク時代プラスロングデーですよ。フォーク時代55の5は、55はどんな意味だと思いますか。実は AKB48 と同じで55人いるんですが、まだ他にメンバーいるんですけども、センターを決めるのにまだ揉めてまして、実は55というのは平均年齢なんですが、あ、皆さんじゃあすみません、ごめんね、さやかちゃんとかね、みんなで歌おうかなと思います。カラオケの帝王、シモン大先生でございます。センターを決めて、センターになりたい方いらっしゃいませんでしょうか。マイちゃんいかがですか。話してるから岬を僕は訪ねてきた。降りてゆくよ約束した。今ではそれを叶わ一人となりそう。
ためあなたをもっと愛したかった岬めぐりのバスは岬巡ってるような気になってませんね。今日はあったかいですもんね、最高、メンバー紹介2人増えました。リコーダー、ジュンジュン桜井どうも、歌に逃げかし、公務員主門、あ、公務員って言っちゃいけないじゃあ次の曲はあの我々ですね、あ、我々もあの被災地支援でね、あの遠い世界には非常にこの長い道だけども、間もなく2年になりますけども、復興の足取りはちょっと遅いですけども、ずっとあのそばに居合わせてあの歌を歌っていきたいというふうに、これが、まあ、テーマソングでしたね今回ね。はい、それではよろしいですか。どうも、あ、遠い世界です。僕らの住んでるこの街にも明るい太陽顔を見せても心の中はいつも悲しい。力を生きることさえ今ではみんな忘れてしまっただけど僕たち若者
た小さなお尻はこれが日本だ私の国だ若い力を体に感じてみんなで歩こう長い道だが一つの道を力の限り明日の世界を探しに行こう明日の世界をね、若い力を感じてみんなで歩こう長い道だがっていうところが非常にあの被災地の心を一つにしたという感じでしたね。遠い世界ですが近い世界なんですよね。はい、それではあのとうとう最後の方には本当にお世話になりましたよ ね、 ね、1月14日行ったら雪で東京が雪の日で28時間もバスの中に乗ってたんです。大雪、まあ、大雪でも被災地あるの100倍ぐらい大変だ。本当にね、絶対にそんなことを言ってる場合ではないぐらい大変ですよね。それでは、翼を横浜に届けたいですね。はい、それでは皆さんご存知かもしれませんが、これはあの小学校の、教科書にも載ってますね。高校にも載ってます、それではワン、ツー、アウト。バスで28時間乗ってる時にはあの翼をくださいと思いましたけど、そんな翼じゃそれちょっと不謹慎です。謹慎でいいです。これも赤い鳥ですよ、ね、赤い鳥の曲でした。はい、赤い鳥。いや最後じゃなくてもいいんだけど、では最後の曲になりました。皆様ご一緒にどうぞ。今日はもう多分知らない方もいっぱいいないです。はい、ビブラートがいいですね。Yeah.
さ、はい、なめかせ無能を空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空で翼はいなめかせ、マナーイベント、一日ありがとうございました。スタントマンの皆さんもありがとうございました。声優ゲストの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。マイクコツの時間の皆さんもありがとうございました。商店街の皆さんもありがとうございました。本当にありがとうございました。それではまた来年会いましょう。来年会うのかな。 あります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 。どうもありがとうございました。